今日もやっていきます。続きからどうぞ。第3章巻、鹿島レイコ編が終わった直後からやっていきます。今日下の子大きくていいの。それはそう。ありがとう。それはそう。よし、 OK、 やっていきましょう。ありがとうございます。第3章続きから、第3章の続きから、いや終わりからか、終わりからやっていきます。今日も一日お疲れ様です、皆さん。さてどうなる。お、コロエハラ学園の、遠隔、鉛筆の縁だよね、これ。遠隔って何、読み方合ってる。1927年、資産家である近衛源蔵により、H 市 M 村に、近衛原学園が創立される。源蔵ってなんかありがちだよね。そう、古のすごい人みたいな。1928年、校舎かっこ現在の旧棟が落成。1937年、創立10周年を記念して時計塔を建設。1938年、初代校長の近衛源蔵が逝去。1945年、H 市大空襲、学園敷地に焼夷弾が投下、校舎と時計塔は奇跡的に破壊を免れる。へえ、すごいね。にわのうさぎらしい。合ってるか、よかった。生い立ちみたいなことか。1955年、町村合併法により現住所となる。1958年、生徒会が発足。1987年、新棟と特別棟が完成、旧棟を改修。1990年、時計塔が老朽化により停止。1994年、旧棟校舎が閉鎖。原作でいうところの3年前だよね。1997年秋の物語なので、この作品はあるな、嫌いらっしゃい。今から3年前に、なるほどね。積み重なった70年の歴史。その中には、陰惨な事件もあっただろう。そこに、死人の正体に迫る鍵があるんだろうか。あ、4章。死人の気配。死人の気配。鹿島レイコとかじゃないんだね。気配を感じろと。遠隔組織の成り立ちがどうなったか。ありがとう、わかりやすい。読み終えた、近衛原学園のパンフレットを閉じた。そして、コーヒーに口をつける。砂糖、角砂糖6個くらい入ってるやつね、これ。甘々な。甘々コーヒー。コーヒー飲みたくなるな、そんな言われたら。あう、大丈夫です、これは。これはコントローラーはいい子です。口先鹿島の事件から3日経った。だが、新たな予告書は届いていない。なんだ、なんでるんだろうね。今まで出なかったのに。この間に、死人の正体を探ろうと、学校から借りた資料を読んでいるが、今のところ、まるで手応えがない。岸の見えない大会を泳ぐ気分だ。マックスコーヒーよりも甘いんじゃない？マックスコーヒーの甘さわかんないけど。焦燥感だけがただ膨らんでいく。ゆりらしい、おこたんでーす。さて、そろそろ行くか。まだ始まったばかりだからね、みんないらっしゃい。今日は近衛校長に呼ばれている。そろそろ学校へ向かうとしよう。甘々だぞ。眠くなりそう、あんな甘いの飲んでたら。今日は体調がマシなので車で向かう。急勾配の坂を登り切ると学校が見えてきた。霧に包まれた、霧の立ち込める学校な。マックスコーヒージュースみたいに甘いですよ、マジ。砂糖どんだけ入ってんの、角砂糖。教務室に行くと校長は出かけていた。仕方ないので保健室へ向かおうとしたが、病欠の教師の代わりとして再び授業を頼まれてしまった。またイエーイ。依然教壇に立つのは慣れない。それでも自分の知識の継ぎはぎで苦し紛れに授業を進めていく。でも急に教師やれって言われてできるのすごいよな。俺無理だぞ。俺マジで本当にインターネットのつなぎ方ぐらいしか教えてあげられない。ネットマラー講師になるか。これほら、これ菅原の道真だっけ、これ。菅原の道真、845年から903年。平安時代の貴族。藤原氏と衝突して、太閤府へ左遷。道真だっけ、あれ。道政と書いて。あの先生。一
人の女子生徒がおそろそろ手を挙げた。アマプラ連携の説明うまい、やった。それやるか。見ればいらっしゃい、こんばんは。今日通知の通知来なくて気づいたら21時過ぎてた。いらっしゃい。ごめんね、通知行かなくて。授業とは関係ないんですけど、ちょっといいですか。なんだ。先生、死人を調べてるって聞きました。死人って本当にいるんですか。急に来たな。確かにいる。いるわけがない、わからない。バラしていくか。確かにいる、確かにいる。ざわ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 。自分の返答に生徒たちがざわめく。校長や坂本には苦い顔をされるだろう。だが嘘を言っても仕方がない。これでみんなが慎重になり、犠牲が減ることを願おう。授業にならんだろう。シビトはいます、います。授業の終わりを告げるチャイムが鳴った。挨拶を済ませて教室を出る。そしていつものように保健室へ向かう。シビトはいます。みんなに教えたい。俺は放課後を迎えた調査の開始だ。放課後を迎えた調査の開始だ。今日は印人の誰にも連絡をしていない。だから彼らが来ることはない。そうだ、前回の終わり際にデーモンがやられました。心筋、肺の中にカビが感染して、デーモンが帰らぬ人となりました。違う、デーモンが意識不明の重体で倒れているので、入院しているのでもう危ないということでね、印人たち前作で俺をサポートしてくれたみんなを置いてきました。お前たちはここで待っていろ、俺が全て解決してやると。だから誰も来ません、悲しいです。デーモンの仇を取りましょう。デーモンのお墓に土産話を備えてあげましょう。勝ったよデーモン。この決断をもっと早く下していれば誰も犠牲にならなかった。調整退場だ。後手に回ってばかりだな。さて校長は戻っているだろうか。教務室へ行ってみよう。デーモンのあだ討ちじゃ。レイグは多分もうないだろうけど、多分8ハトリキある。バックの強化レイコン3、おお、4個だって。マジ。所持しているレイコンの数00個。この章で入手できる数あと4個。今まで、2章で8個、3章で8個で、この4章で4個だって。半分に減ったね。でも逆に減ったから、逆に探しづらい的なこともあるかも。どうだろうな、範囲が狭いんかね、この4章は。まあいい、教務室に行きますか。記録しよっか、一応。はい、セーブね。100個までセーブできるんで、ガンガン使っていこう。あー、人数も減ったし、確かに。そうか、4章は箸休め的な回かもね、知れないし。教務室、死んでないけど仇討ちね。数がストーリーの長さのパロメーターなのかもしれない。お、屋敷君、またしてすまんね。俺を呼んだということは新しい予告書か。いや、そうじゃない。口先鹿島の件を君から直接報告してほしいと思ったんだ。じゃよろしく頼むね。誰に。教師たちに。口先鹿島の事件について一通りの報告をした。ああ、校長にか。なお、美術室の壊れたガラスや床はしばらく放置することとなった。今の旧棟の状況を考えると無理もない。修理とか修理してる業者が殺されそうだもんね。そうか、状況は悪化の一歩だな。デーモン君までやられてしまった。だが死人の正体は謎のままだ。何か解決の糸口はないのかね。枯れた資料を漁っているが、死人の死の字も見つからない。もし他にあるなら貸してほしい。特に昔のものだ。創立70年の割には過去の資料が少ないんだ。あ、そういうことかい。この学校は戦争中に空襲で焼けてね。旧棟と時計塔以外焼け野原さ。資料のあった離れの校舎も含めてね。記録がなくても人の記憶に頼る手がある。知っていそうな人物はいないのか。そうだね。もし先代の校長が健在なら話を聞けたかもしれないな。この原学園の昔に興味を持ち、いろいろと調べていたらしい。家に行ったらあるんじゃないか。その校長は今どこに。先月亡くなったよ。心臓発作だ。その代わりが私というわけさ。遺品の中にありそうだけどね。そうか。みんなは体調大丈夫ですか。俺はお腹が痛いよ。なあ、屋敷君、正直に答えてくれんか。
死人の件は解決できそうかね。解決してみせる。自信がない。運次第かな。相手が相手だ。神頼みの気持ちはわかる。ああ、気持ちはわかる。しかし、天命を待つ前にまず人事を尽くしておかんとな。ただ覚えておいてくれ。これ以上の犠牲が出るとごまかすのは難しい。私は責任を取らされるだろう。そうなると君も事件から外される。調査はおしまいというわけだ。脅しだこれは。脅し。ゴロゴロしたら大丈夫。ルカピーらしい。こんばんは。あ、肝に銘じておこう。結構話は以上だよ。おっとそうだ。今朝生徒会長の同僚君に君が来るかどうかを聞かれた。顔を見せてあげたらどうかね。同僚姫子さんさ、生徒会長なんだけど、今んとこあんま露出ないよね。あんな顔にね、あざまであってなんかすげえ訳ありな感じでプンプンなのに、あんまり出てきてないよね。これから活躍するんですかね。あのあざ絶対に本編中に関係あることでしょ、あれ。そんなこと言われてもね、こっちも一生懸命やってるんですけどね。水着ちねし、間に合わなかった。大丈夫、まだストーリーは始まったばかり。とりあえず、死人たちが、知る死人たちが来ないです。寂しい。一人で今事件の報告をしただけでね、今北さんに説明すると、生徒会室には同僚と美智子がいた。あらかわいい。屋敷先生こんにちは。え、先日はありがとうございました。よかったね治って。よかったね治って。顔がすげえ2倍ぐらいになってたけど、でかさがバーン。美智子の調子は普段通りだ。すっかり元気を取り戻している。校長に聞いたよ。あ、俺を探していたそうだが。聞いたよ。はい、相談したいことがあるんです。みっちゃん可愛いね。二人とも可愛い。で、私の口からはちょっと、みっちょ、よろしく。明日ワクチン4回目打つ。頑張って。姫ちゃん怖がりだからね。じゃあまず、これを見てください。百聞は一見に近づってやつです。あ、予告状じゃね？違う。うえ？何これ。みちおが見せてくれたのは夜のプールを撮影した写真だった。人の気配のない水、夜の水辺は何とも薄気味悪いものだ。何これ、何これ、なんだこれは。水面に何か青白いものが浮かんでいる。これ何これ、え、声が入れ替わってる。なんかいるが、ちょ見える、みんなこれ見て、これみんなこれ何これ、何これ、俺には見えん、これ。見て、みんな。何これ。仰向けに倒れてる人、これ。これ、口、これ。ここに目があるの？これ、髪の毛ですか？いや、違うか。ここで、これが目か。ほっぺたか、これ。ん？目ん玉、口かも。よくわからん。よくわからん。なんだ、これは。おまる、おまる。おまる。おまるですか、これ。生首、人の。人の顔わからんな、これ。でかくしたけど、太ってる人、太ってる人。体型までわからません、わかりません。拡大してください。わかりません。ちょっと、ぼやけていてよくわからないが、ブヨブヨに膨らんだ人の顔にも見える。ブヨブヨに膨らんだ。ミサルだけ、いらっしゃい。遅くなっちゃった。いらっしゃい。その心霊写真は私が撮影したものです。水泳部からプールの幽霊のことを相談されちゃいましてね。少し前、夜の学校に忍び込んでパシャリと撮ってきました。あなたが？君が撮ってきたの？おい、危ねえ。立派な不法侵入じゃないか。まあまあ、固いことおっしゃらないで。学校の平和を守るためですって。で、この子も怪しいんだよな。虫好きの、ただの虫好きの女の子なのかな。けど一発で映るとは驚きです。私の霊感は大したもんだ。みちほはニヤニヤと笑っている。鹿島の事件で一目にあったのに全く懲りてないらしい。人魚沼みたいな感じのやつ。人間をずっと水に浸しとくとね、ブヨブヨになっていくんでしょう。もしやその幽霊の調査を俺に。え、その通りです。最近水泳部では不審な事故が続いてると聞きました。もし事故が幽霊の仕業なら、最悪の事態が起きる前に何とかしないと。先生、調査を引き受けてもらえますか？いくらで？ただじゃないぞ。俺は無職だからな。金に飢えている。うちはお金持ちなのかい、君たちのお家は。お家の人呼んできなさい。お家の人に。いくら持ってるんだい？構わない、今は忙しい。予告状が届くまでなら。
まあね、美女2人にお願いされたら頼みを聞かんわけにもいかいくまい。エータのお願いだったら断ってた。すまん、今は何も喋らないでくれ、頼む、口にチャックをしてくれ。屋敷さん、構わない。エータだったらもう全財産をむしり取るぐらいの勢いで。ありがとうございます。ではその幽霊に関することを聞かせてくれ。何から話しましょうか。幽霊の正体、幽霊の正体は見当もつきません。でも女の子みたいです。水泳部の部活中、気持ち悪い女の声が聞こえたとかなんとか。日が暮れてから写真みたいな生首を目撃したって話もありますよ。エイタもある意味可愛いよ。エイタ可愛いけどね。エイタにはやっぱり可愛い子には、好きな子には意地悪したくなる方式で、どうにもエイタにね、意地悪したくなってしまう。エイタマイナス100点。噂が出始めた時期、噂が出始めたのは先月、高井さんの騒ぎが落ち着いた頃です。高井さん、高井の騒ぎ、何のことだ。あれ、知らないんですか。知らんよ。高井京子さんは最初の予告状の犠牲者ですよ。行方不明という扱いですが、みんなトイレの花子に殺されたと噂してます。ってことは吹奏楽部か。最初ということはリボンか。ああ、そういえば犠牲者の名前を聞いてなかった。リボンだ、リボン。リボンは誰が来るんだっけ、誰が迎えに来るんだっけ。リボンの話は堀越から聞いたよ。吹奏楽部の部員で泉と一緒に赤い花子をいじめていたそうだ。好きな子に意地悪するレベルを超えてる感じがある。まああり得るかも。一年の頃から高井さんは赤井さんと仲悪かったから。何変わったのか。高井さんの性格のせいですよ。彼女目立ちたがり屋でしてね、グループを作ってそこでチヤホヤされるのが好きでした。赤井さんも誘われたけどどうやら断ったらしくって。へえ、それで関係がこじれたというわけか。もしかすると、だが泉のいじめがエスカレートしたらもう高井がそばにいたせいかもしれない。二人の憎しみによる相乗効果だ。へえ。でも高井さんといったら赤くて派手なリボンだな。なんでも彼氏にもらったそうで、自慢げにいつもつけてました。すっごく大切にしてるみたいでね。いたずら心で後ろから触ったらものすごく怒られちゃった。で、その彼氏というのが泉。もういいでしょ、一応。脱線しすぎよ。高井さんのことはプールの件とは関係ないんだから。おい、止めないで。なさいらしい。こんばんは。不審な事故。絶対関係あるじゃん、これ。泳いでる途中で突然息が詰まって溺れそうになる。ここ最近だけでそんな事故が10件以上あったそうです。水の中に引きずり込まれてるってこと。偶然にしちゃ多すぎますよ。幽霊が呪いか何かで水泳部を窒息させようとしたのかも。10件は多いね。私たちが知ってるのはこのくらいです。あとはよろしくお願いします、屋敷先生。あ、今夜にでも調べてみよう。そうだ先生、ちょい待って。何？お？院長が机のメモ用紙に何かを書いている。これどうぞ。学生寮の電話と私の電話番号の携帯、私の携帯の番号です。何かあったら連絡してください。何？やっぱり好かれている俺は。チャコいらっしゃい。こんばんは。あ、寂しい時でもいいですよ。寝落ち通話するしかないな、じゃあ。困るんだが。ほら、みちょ、変なこと言わないの。先生って真面目だから、ついからかいたくなります。さあ、ゲットしたぜ、連絡先。女子高生の二人の明るいノリから逃げるようにして、生徒会長室を出た。会員ファイルにプールの噂。はーい。プールの噂。次の予告状を待つ間に生徒会からプールに出る例の調査を頼まれた。ここ最近泳いでいる生徒たちが立て続けに溺れかける、そんな妙な事故が多発し、実はそれが例の仕業なのだという。事故の起こる前には高井という女子生徒が失踪しているそうだ。プールで聞こえた声も女らしいが、単なる偶然だろうか。ハニートラップの可能性もあるかこれ。個人情報ゲットナイスで、どうすんだこれ。検出、一
っても誰もおらんけど、最終下校時刻まで少し時間がある。特別棟を回って情報を集めてみよう。特別棟、はい。もうこの学校通いたくないよ。至る所でもうあれがあるよ。図書室、図書室は何もないですか。お、広々とした図書室を見渡すと見覚えのある少年が立っていた。少年はこちらに近づくと不敵な笑みを浮かべて近づいてきた。あいつか、阿部貞治だっけ。アイナちゃんもいらっしゃい。焼きそば食べてる、いいな。これはこれは屋敷先生、かの恐ろしき口裂け鹿島から生き延びるとは至極、宿着至極でいいの、宿儀至極。何これ、難しい漢字言う。これ阿部貞治だ。阿部春雨、阿部春秋、春秋です。宿着至極、さすがは怪異か。待ってる、運が良かっただけだ。え、僕もそう思いますよ。先生は幸運の女神に愛されている。だが不運なるデーモン先生は悪しき運命から逃れられなかった。今は軽病院に入院してるそうですね。阿部君、君は随分とこちらの事情に詳しいんだな。どういうトリックなんだ、そろそろ話してくれてもいいだろう。おやおや、先生は僕の秘密に随分と興味があるらしい。僕は可愛かたる先生に惹かれ、先生もまた僕の謎に惹かれる。なかなか宿命的な関係だ。嫌いではありませんよ。なんだこいつ。 Here we go. Here we go. おい、話をそらさないでくれ。ジョイマンじゃん、もう。なんだこいつ。どうして君は俺のこと。愚問ですね。話すわけがないでしょう。謎は謎のままであるからこそ魅惑的であり、人の心を虜にする。今の関係のままでいきましょう。先生、僕は変化を望んではいない。では失礼。なんだこいつは、変態だ。もうこっちへいらっしゃい。こんばんは。ほら言った、いらっしゃい。阿部は含み笑いをしつつ図書室から去った。何しに来たんだこいつ。まるで意味がわからん。意思疎通できる気がしない。宇宙人を相手にしてる気分だ。ただのオタクだろ君。阿部の生命オタク。これがジェネレーションギャップなのか。自分を阿部の生命の生まれ変わりだと思ってそう。僕は阿部の生命の生まれ変わりです。心中に燃やついたものを感じつつ、自分も図書室を後にした。生まれ変わりと思ってるだろう。あ、もうこんなことしてる間に下校時間になっちゃった。まもなく下校時間となります。生徒の皆さんは今すぐ下校しましょう。友達いないから寂しいんか。おい、痛い。夕方の調査はこんなもんだろう。なんかしたか。保健室に戻って夜に備えるとしよう。何もしてねえだろう。調査雑談しかしてなくない。まあいい。保健室、お着もお着も。さて、日が暮れるのを待つとしよう。絡まれただけ。相手は幽霊、姿を見せるとすればよるだろう。やっぱ夜に現れるという、そのお約束を守ってくれるんですか、怪異たちは。食欲はないが、エネルギー補給のために来る途中で買ったカップ麺を食べた。エネルギー補給でカップ麺、あーうま。そして食後に砂糖をたっぷり入れたインスタントコーヒーを飲む。好きやなコーヒー。オタクが本物に出会ってはっちゃけてる。むう、自分で入れたものと比べ納得のいく味ではない。だがこれもコーヒーだ。カフェインとクロロゲンの入った黒い液体には変わりない。そう自分に言い聞かせつつ、なんとか飲み干すことができた。なんかこの言い方だとあれだよ、なんかブラック、俺はブラックコーヒーしか飲まんみたいな、そんな感じのあれに見えるけど、砂糖たっぷり入ってるからねこれ。何がカフェインとクロロゲンがどうちゃらこうちゃら。糖分だろ糖分、砂糖だろ。カフェインとクロロゲンと砂糖たっぷり入った黒い液体、なんか気取ってるけどよ。飴コーヒーが好きなんだぜ。なんか俺はブラックコーヒー派だみたいな、甘いコーヒーは認めんみたいな感じで言ってるけど、めちゃくちゃ甘いコーヒー飲んでっから。夜も更けてきた。そろそろ出発しよう。てかあれじゃない、甘いコーヒー好きだったらさ、
ボスとか普通に売ってるコーヒー好きそうだよね。売ってるコーヒーって結構甘いでしょ普通に。電話か、一体誰だ。基本甘いんじゃないの。そんな苦いコーヒーってのもないんじゃないか。縮尺至極、この上なく嬉しい。今調べて、ありがとう。もしもし、屋敷だか。あ、先生お疲れ様です。生徒会長の同僚姫子です。どうしたこんな時間に。先生にお伝えしたいことがあって。夕方みちおが高井さんの話をした時、無関係だって言いましたよね。でもそうじゃないかも。何か分かったのか。缶コーヒー臭いんだ。コーヒー牛乳好き。缶コーヒーは全部まずい。マジまずいの。ボスとか美味しいんじゃないの。ボスとか甘いというか味が全然違う。へー。寮に高井さんの友達がいたんで話を聞いてみたんですけど、高井さんもともと水泳部だったんです。待ってくれ、彼女は吹奏楽部だろ。練習中に怪我をしたそうです。それで退部して吹奏楽部へ。マジで、そうか、水泳から吹奏楽部に興味あったのかな。でも彼女水泳部に未練があるのか、よく見学に来ていたみたい。ドキドキ。知り合いの部員に頼み込んでこっそり泳がせてもらってたとか。へえ。そのせいで他の水泳部員からは煙たがられてたみたいです。なるほどね。私利私欲のために、己の欲を満たすためだけにプールを使う。なるほど、マイペースな子だな。缶コーヒーは雑味をごまかすために甘くしてるらしい。へえ、そうなんだ。缶コーヒーめっちゃ売れてるイメージだったわ。うまいから腐っちゃうから甘い。なるほど。それともう一つ、事件と関係があるか分かりませんけど、高井さんは亡くなる直前にプールでリボンをなくしたそうです。何？確かお気に入りのリボンだったな。高井はさぞ荒れただろう。ええ、反狂乱だったそうです。反狂乱、よっぽどだな。まあ俺も確かにパソコンとスマホを取り上げられたら反狂乱で暴れるかもしれない。壁に穴を開けまくるかもしれない。あーバーン、おしっこカッターで全てを切断するかもしれない。うわー、スパ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 あープールの周りや更衣室、部員の手荷物を調べても見つからなくて、彼女はプールの水を抜いて中を調べるとか言い出したそうです。プールの水を抜いて、水道代すごそう。止めるのに苦労したそうです。一番怖い。あースパー。結局リボンは見つかったのか。ブシャースパスパスパー。いや、見つからなかったそうです。そして高井さんは予告状の犠牲となったね。おしっこ方最強だからね。腕を切断する。スパー、思いとどまって。確かにそうつぶやくと同僚の口は止まった。高井に関する話はここまでらしい。ありがとう、調査の参考になったよ。こちらこそ申し訳ありません。先生に無理を頼んでしまって。何かあったら美智穂に電話をください。すぐに駆けつけますから。では失礼します。美智穂が行きます、私じゃなく。プールの事件と高井恭子、果たして関係があるかどうか、現場へ行けばわかるかもしれない。次はプールなんだ、今回は。へえ。プールの例の調査。はーい。ドロップいらっしゃい。こんばんは。通知来なかったから出遅れた。いらっしゃい。通知来なくても来て。俺はいるから。俺はそこにいるぞ。9時になったら俺はそこにいるぞ。プールの例の調査。高井は元水泳部で怪我で転部した。先が吹奏楽部だったようだ。そんな彼女がプールで大事なリボンをなくし、一生懸命探してたというのが失踪する少し前の話らしい。最初の予告状で指名されたリボンは高井のことだ。プールの高井と、プールの霊と高井が関係があるのならば、このリボンこそ真実を紐解く鍵になるかもしれない。ちなみに今日は、17時から放送してました。17時からツイッチで放送してたぞ。いろいろと。ポンポンペインは大丈夫。治った。トイレ行ったら治った。1年近く前に PC を2階の窓から捨てられて親を暴行した。キニートがいた。まあな、ニートにとってパソコンとスマホがなくなるということはもう死を意味するわけだから、記録しとこう。4章序盤です。退出。プールはどこにあるんだい。プールは、あ、こっから行けんだ。プール逆にもう渡り廊下に行けなくなってる。プール、今回はプールだぞ。プールの例だ。特別棟を出てプールへ向かう。ちょっと遅かった。でもあれだよ、とりあえず放送自体はずっとつけっぱなしだったから、今日の夜10時、夕方17時からずっと。
ずっとつけっぱなし、ほぼ途切れなく つけっぱなしで放送は。しばらく歩くと目的地にたどり着いた。まあ明日も昼間やるかな。新規開拓のため、入り口には柵状の低い扉がある。もちろん鍵がかかっている。今日も TikTok から2人呼び込んだから、鍵を借りるのを忘れたな。仕方ない、強行突破だ。不法侵入じゃないか。俺もみつほのこと言えないぞ。みつほのこと。柵につま先を引っ掛けると勢いをつけて一気に乗り越えた。そう、命より PC が大事。スマホとパソコンを捨てられたら殺す。投資家なんだ。いいな、俺も投資家になりたい。ここが問題のプールだ。今夜都合よく幽霊が現れるかはわからないが、まずは調査をしてみよう。ここにも歯があるぞ、俺の好物の歯。ふん。プールサイドのベンチがある。座席の上には点々と虫の視界が落ちている。だけ？これはモップ。バケツとデッキブラシが放置されている。片付けを忘れたんだろうか。だけ？プールサイドは？これはレーンごとに飛び込み台が設置されている。お、飛び込み台の一つの上に小さなものが置いてあることに気づく。ほらー、イエーイ、僕の大好物だった。おいしい不気味な歯。今回第4章では4つしかないので、この歯半分の4つしかないので、あと3つ、あと3つだ。そして今回行けるとこ結構少なそうなんで、ここに4つあるんじゃないの。プールサイドにベンチがある。手入れがされてないためか至る所にカビがはびこっている。またカビだぜ。赤いカビはどうなったんだ。待ってね、一回ちょっと画面再起動して、なんか音ずれしてる気がする。音がずれてる気がする。なんか許せないね。ちょっと許せないぞ。 OKOK、 よし、うん、 OK だ、完璧だ。空には何もないと。ここと、あと中だけだな。全部見たか。外は中だけだね。よし、ここプールの水面には何も見当たらない。もちろん幽霊の生首も。水の中はうっすらと藻で濁っている。事故のせいで今はすっかり使われてないのだろう。誰の声、今の声は。何何、ライトが。ちょっと、そこに誰かいるのか。いる、明らかに何かいる。ブヨブヨだ、人魚沼だ。親変えてた PC で遊んで課金もすごくしたから怒られて捨てられたパソコン。クソ、ついてくれ早く。うわ、すごいことになってる。明かりに照らし出されたもの、それは目を背けたくなるような無残な水死体だった。これは大丈夫だよね。肌色だけど大丈夫だよね、これ。よく見ると、この学校の制服を着ている。体を縛るように巻きつく、ホーク・ソースはまるでトイレの花子の犠牲者だ。もしやこの女性との霊が行方不明の高い強子なのか。救って、救って。いったー、5のダメージ。マシュマロマン。得体の知れない予感が全身を襲う。まずい、このままでは危ない。高井は救ってとその言葉を繰り返した。まるで許しを請うかのように。だが花子はもういない。許すことも救うこともできない。ならば救うというのは、何か使うとしてもプールサイドのバケツとデッキブラシくらいしか。水を救うんじゃん、水を。これがダメなら相撲取りアウトやで。バルーンアート。そう、水を吸ってブヨブヨになってるんじゃない。バケツ、宙をすくう。盆踊りみたいな。宙をすくデッキブラシ。水に浮くゴミをすくい取る。水の中のゴミをすくい取る。多分だけど、リボンをすくってほしいんじゃないかな、リボンを。リボンじゃないかな。リボンが水の中にあるんじゃないのかな、わかんないけど。とりあえずこれやってみようか。はい、これでどうだ。リボンがあるんじゃない。
プールサイドにあったデッキブラシで水中に漂うゴミをすくい上げようとする。頼む、成功してくれ、頼む、来たー。いや、失敗したことなくないか、これ。どうだ、これでお前は救われるのか。とはいえ、救ったものは水中を漂っていたもくらいなものだった。救って、救って、バーン。どうすればいい。得体の知れない予感が全身を襲う。どうやらこれは彼女を救う行為ではないようだ。何か別の手を考えるべきだろうか。うわ、不正解。どうすれば。高井は救ってた言葉を繰り返した。まるで許しを請うかのように。うわ、デッキブラシくらいしか。水に浮くゴミを救い取る。うわ、プールの水を救うか。じゃあ、わからんぞ。プールサイドにあったバケツでプールの水を救ってみる。そうか、バケツで全部水を吸い出せってことかな。じゃあバケツで水を全部吸い出せっていう。どうだ、これでお前は救われるのか。高井の霊は安堵したような声を発し、プールを見つめている。そういうことだな。思いつきでしかなかったが、これでよかったのか。大変だぞ、プールの水それで抜くのは。この正解、選択は正解だったようだ。もっとそこ、もっとそこ、そういった気がする。この霊を救うにはまだ何かが足りないのだろう。救って、救って。だー、このダメージ。得体の知れない予感が全身を襲う。クソ、どうすればいい。間に合わんぞこれ。バケツ、水面近くの水をすく、そこって言ったろうが、深いところの水をすく。はいはい、やってみるか、やってみるか。もう一度、今度はプールの深いところの水をバケツですくおうとしてみる。 21% で失敗です。頼む、成功してくれ。ダイヤーダイヤー。腕を肩までプールに突っ込み、バケツをゆっくり引き上げていく。もっとそことは、おそらくもっとそこをという意味だろう。ならばガボン。どうだ、望み通り救ったぞ。どう、よし。高井の霊は水の入ったバケツを見つめている。おお、すげえな、おい、ピンポイントで。ふとバケツを見ると、水の中に何かが浮いていた。これは、それは赤くて派手なリボンだった。確か高井は派手なリボンをした生徒だったと。ずっとこれを探していたのか。どんな確率これ。この正解、選択は正解だったようだ。どんな確率よこれ。高井はお気に入りのリボンをなくし、探している間に失踪したと聞いた。おそらく彼女はこのリボンを見つけられないまま花子に呪い殺されたのだろう。ああああ、もう成仏した。早い。ザ・リボンな見た目だったね。高井の霊は嬉しそうに声を上げると、闇に溶けるように消えていった。うえー、きたー、サバイブルー、イエ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 イ。迷える高井の霊の無念は晴れた。ここに現れることは二度とないだろう。保健室で帰るとしよう。早っ、え、終わりこれ。プールの霊の結末、おしまい。プールの霊の結末。プールに出現していた霊は、やはり花子に殺された最初の犠牲者である高井京子の霊だった。執着していたリボンを見つけたことで満足して成仏したように見えた。高井は泉と共に花子をいじめていた。真っ先に標的となったのはそのためだろう。今回は死人は現れなかったが、この件とは無関係なのだろうか。早すぎんか、ちょっと。高井京子、終わったとしたらあれだよ。歯はどこに。あと3個もあるんだよ、歯が。ええ、報告しちゃダメだよね。待ってね。見ましょう。人物ファイル。高井京子。学園の生徒で2年生。大きなリボンが特徴の少女。死人の死の予告を受け、殺されたが最初の犠牲者。元は水泳部だったが、怪我により吹奏楽部に転部している。転部後、泉たちのいじめに加わり、花子の復讐の標的となって殺される。死んだ後もプールでなくしたリボンを探して出没する浮遊霊となり、現世をさまよっていた。へえ、
もう一回プール見てみるしかないな、これ。歯の回収に2時間かけるか、これ。きついぜ。きついぜ。探して。歯探して。うん、プールの水面には何も見当たらない。もちろん、幽霊の生首も。水の中はうっすらと藻で濁っている。事故のせいで今は使われてないのだろう。とりあえず、もう一回さらっていこう。水で満たされたバケツの中には真っ赤で、真っ赤なリボンが揺れている。そのまま放置。よし。虫の死骸。右の空は、上の空は、下の空も。ここベンチもない、ここもない、ここはもう取った一回。飛び込み台は。まあ、移動するか。はい。ジンタは歯が命。芸能人と俺は歯が命。保健室に戻るか。よし、体勢を変えた。さて、これで頼まれていた調査は済んだ。だが夜は長い。次はどうしようか。ん？え、なんかいる。ここにいる。いますよ、みんな。何かの視線を感じる。おい、怖え。窓の向こうに何かが。なんて？おい、ビビらせん主。今のはエータ。エータ。うますぎる。いつもカーテン閉まってるのに。カーテン閉まってたっけ、いつも。マジ？今だけ開いてた？死人なのか。だがどうしてここに。保健室は安全地帯じゃなかったのか。おい、なんだ？机に見覚えのないものが置かれている。これは。死人の予告状だ。直接。生徒会へ。今夜私がお前を殺す。私は見ている。学園に紛れ。親愛なる死人。今夜って今ですか？明日ですか？生徒会への予告状を手に入れた。生徒会、生徒会だと。まさか、同僚未知のことか。同僚と未知のことか。同僚未知、クソ、どうする。帰るか。まずは二人の無事を確かめないと。早く電話をかけて確認しよう。え、これはまだ終わらんのか。終盤か、これが。終盤、序盤、中盤がない。序盤から終盤。マジ会話。夕方、ミチオから渡されたメモを取り出した。そこに書かれた携帯電話の番号を打ち込む。中盤がない。前後編しかなかった。ミチオは電話に出ない。それなら学生寮に電話をかけて部屋を確認してもらおう。初めてのパターンだな。この江原学園生、学園学生寮です。学園のおばちゃん、学寮の受話器から聞こえたのは気だるげな中年女性の声だった。学生寮の寮長だろうと推測する。夜分遅くに過ぎない。すまない。俺はこの江原学園の教師で屋敷というものだが、同僚姫子と絹川美帳は帰っているか。え、屋敷さん、じゃああなたのことね。二人に粉をかけてるのって。粉、何のことだ。とぼけるんだ。寮の子からね、聞きましたよ。同僚さんと絹川さんに接近してるメガネの中年教師がいるって。ちょっと待て、俺は。ほんと怖いわよね。最近自分の生徒に手を出す陰講教師が増えてるんでしょ。おい、ウルフ・アロン、いらっしゃい。ザイビツアポッセギュー、寮母さんみたいなことかな。あなただって、あわよくばとか思ってるんでしょう。ねえ、厄介なことになった。相手はこちらに偏見を持っている。まったくこの忙しい時に、どうすれば寮長から話を聞ける。二人の危険を訴える。下心はないと訴える。この校長の名前を出す。下心はない。教師に偏見を持つのは勝手だ。好きにしろ。だが俺に下心はない。
信じてくれ。うちの旦那もね、同じこと言ってるわ。でも可愛い女子高生が横を通ったらチラチラと目で追ってる。中年男の炎なんでしょそれ。違う、誤解だ。ごまかし方も旦那と同じだわ。みっともないってありゃしない。寮長の警戒は解けそうにない。どうやら選択を間違えたようだ。おい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 、二人の危険を訴える。これだ、道路と絹川の身が危ないんだ。そうなの、私にとってはあなたの方が危ないんだけど。嘘じゃない、本当だ。じゃあどう危ないのかしら、ちゃんと説明してもらえる。それは言葉に詰まってしまった。死人に狙われてるなどと言えば間違いなく怪しまれるだろう。説明してもらえないならこちらも答えできないわね。学寮のプライバシーを守るのは私の仕事のうちだもの。寮長の警戒は解けそうにない。どうやら選択を間違えてる。にぎー、校長の名前、校長に告げ口すっぞ。カーテン閉まった、本当だ。俺はこの前校長に頼まれてある事件を調査している。もしあなたが協力を拒むならそのことを校長に報告する。いいのか。ええ、ま、待ってちょうだい。嘘よね。そう思うなら校長に連絡を取ればいい。どうする、寮長さん。受話器の向こうの寮長が黙り込んだ。おらー、学校関係者の間ではこの絵の名前の効果は絶対らしい。失礼しました。女子寮だけに変な電話が多くてつい。悪気ありませんの、分かってくださるわよね先生。やれやれ、これでようやく話を聞けそうだ。それで同僚と絹川は。実はですね、二人とも帰ってないんです。門限をとっくに超えてるのに。ゆえ先に。だからなんだと。私はいつも門限を守るように言ってます。なのにね、あの子たちは。領中がくどくどと言い訳を始めた。管理責任を追及されたくないらしい。告げ口とこう。二人は一度帰った後また出て行きました。門限前だから許したんです。私は間違ってませんよ全然ね。行き先は聞いているか。いえ、聞いてません。子供にもプライバシーがあるもの。ただ出ていく前に絹川さんが携帯電話で話をしてました。受け答えを聞いた感じだと誰かに呼び出されたみたいだけど。そうか、こちらでも探してみる。前回と同じであれじゃない、翔くんから電話がかかってデーモンが呼び出されたみたいな。嘘電話で呼び出されてる、これ。嘘ジンタからの電話で呼び出されてるわこれ。何か言ってる寮長を無視し一方的に電話を切った。まずいぞ。湧き立つ不安を抑えながら状況を整理する。二人は何者かに電話で呼び出され寮を出ていった。標的を電話でおびき寄せる鹿島事件で死人が用いた手口だ。だとすれば同僚たちは学園のどこかにおびき出されたのかもしれない。探さなくては。早く。プールじゃないの、プール。プールじゃないのかい。どこなのあれは、体質。歯どこなの、歯。教務室。歯を探したい、歯を。ここに同僚とミチホはいない。なんでだ。プール行けないよ、プール。図書室。図書室も見たい。歯を。ここにはいない。ダメだー。ダメだぜ、どこい。怪物、鉱物はどこ。ダメだー。神道。生徒会室いるかなと思って、生徒会室後にしたけど、なかった。後回したけど、道路たちは校内にいるはずだ。しかし、どこを探せばいい。ピーン。来て。過去、未来、つなぐ場所。過去と未来をつなぐ場所。どこ？トイレ？今の感覚、そしてささやき。口先鹿島に挑む前に、先生になると言った声と同じだ。来て、過去、未来、つなぐ場所。声は自分をどこへと導こうとしている。トイレじゃない、トイレ。ダメだ、開かない。とりあえず歯がないかどうか、とりあえずあと3つなんで調べながら行こう。まあ調べる意味ないかもしんないけど、とりあえずもしかしたらもしやを信じて。
よし。この章の出汁を要警戒する。了解。やばそうだな。やばそうだぜ。鍵がかかっていて扉が開かない。やばそうだぜ。ここ。こんばんは、遅刻。サーモンの刺身らしい。これから、これから。大きな掲示板がある。お、赤い裂け目に何かが押し込まれている。調べるには赤い裂け目に触れないといけないか。触れる。触る。調査のためだ。やむを得ないか。あった、おらー。ねえ。ん？名は温かい。そして、締めっぽい気が。うわあ！痛い。噛まれたような鋭い痛みが指先に走る。すぐに指を抜き、傷を確認する。ペロペロ、ペロペロ。え？だが何の痕跡も残っていなかった。今のは気のせいなのか。あ、ほらー、歯だ。境目に挟まっていたものが床に落ちる。ねえ。二個目です、これ。二個目の歯です。やったです。同僚たちは学校に呼び出されたはずだ。まずは何よりも中を探そう。やっぱ全探索が基本だな。掲示板には全校生徒へ向けてのお知らせが貼り出されている。生徒の皆さんへ、旧棟への立ち入りは原則禁止です。はい。むやみに立ち入るんじゃねえぞと。OK。トイレには誰もいなかった。ここは？うまうま、おいしい歯、おいしい。誰のかもわからん歯を階段を上り各階を調べたが、道路たちはどこにも。すげえ、2階も3階も全部調べた。1階戻る。あれか、過去と未来って時計塔か。時計塔しかなくない？過去未来って時計巻き戻せば未来過去にも行ける。時計塔の中行けるんじゃね、そろそろ。取れないって OK。過去未来ってどこだろうって思いながら探索してたけど、時計塔しかねえだろうもうこれ。ダーン！懐中電灯が。え、何？あれは。また。カルシウム。びっくりしたもう。闇の中に人形少女が立っていた。この子は何？お前が呼んだのか。緊張でこわばった口を動かし問いかける。声の言う過去未来つなぐ場所とは、旧塔と新塔をつなぐこの渡り廊下のことだった。ああそういうこと。昔の校舎、未来の校舎ってことか。時計塔じゃなかったわ、ごめん。お前は何者なんだ。あ、人形少女から帰ってくるのはうつろな声だけだった。退治したまま時間だけが過ぎていく。この間にも死人が同僚と未知を、そう考えると気が気ではない。おい、何のために俺を呼んだ。答えよ。金の。なんだ、何を言おうとしてる。金のなる場所、私の。ほらやっぱ時計塔だ。赤いドレス姿が闇の夜の闇へ溶けるように消えた。金のなる木かな。やつは何を伝えようとした。金のなる場所、私の。金のなる場所、そこに何かあるのか。時計とこっちはいけない。人形少女が言っていた金のなる場所、給湯のことではないはずだ。中庭でじゃあね、やっぱり時計塔だった。なんだ、キツネがいるよ。ここかわいい。堂々としたコマキツネの像が設置されている。像はくらんで、黒ずんでおり、歳月の経過を感じさせる。キツネといえば、稲荷神の使いだが、今は悠長に願い事をしている場合では、いや、こんな時だからこそ、二人の無事を祈るべきかもしれない。よし、目を閉じて手を打つ。コロンコロンコロン。願わくば道路と道路が無事でありますように。痛い。
今の声は。カランコロンカランコロン。クマギツネの様子に変わりはない。今の声は気のせいなのか。だとすればこの丘は一体。ほらー、3個目ー。その時、クマギツネの口から何かが転がり落ちた。余裕だな。もうこれ時計塔に1個でもう完璧や。コンプやこれ、コンプ。拾い上げるとそれは不気味な歯だった。よしよし。完璧やんけんもう。開式に戸惑う状況だが、嫌な予感を増していく。二人は無事なのだろうか。早く見つけないと。ほらね。あと一つやわ。余裕だったわ。あの余裕が お。時計塔前。うまうま、おいしい。おいしい。たくや。あ、時計塔だ。意外とこじんまりとしてる。気止まりだ。ないのなんも。歯はごちそう。お茶つぐ。何今の。お茶をついています。お茶をついています。お茶をつ。にゃ。危ない。人形少女の言っていた鐘の鳴る場所。思い当たるのはここしかない。おお、雰囲気あるね。時計塔、創立10周年記念に建てられた近衛原学園のランドマークだ。過去の戦火を逃れ、今では弓道とともに学校の歴史を象徴する建物となってる。時計塔の針は7年前に止まったままだ。本来なら鐘が鳴るわけがない。だが自分は何度も鐘の音を聞いている。死人の気配が色濃くなるときに。また鳴った。鐘が鳴っている。悲鳴聞こえた。セリフにおいしいを探しちゃった。おいしい。今の悲鳴は動力か。近い。時計塔の中だ。開いてる。重々しい時計塔の扉はわずかに開いていた。自分が中へ入るのを待ち受けるかのように。楽しみやな。錆びたドアノブに手をかけると、観音開きの扉を一気に押し開けた。なんだこの状況は。待って、やばいやつ、やばいやつ来る。これちょっとダンダン。やばい。うわー、やば、やばすぎる。これはちょっと、床に下着姿の同僚と道夫が倒れていた。過去一やべえ。これは春画じゃ。け、令和の春画じゃ、これは。令和の春画じゃ。令和における春画じゃ、これは。ちょ、待ってくれ。待ってくれ、これ。令和の春画じゃ。これは、春画像。令和の春画像。これでいいんか。令和の春画像。待ってね。真ん中の俺はいらんか。いらんかった。令和の春画像。令和の春画像、これちょっとやば。これはぜひ買って、購入してチェックしてほしい。購入してチェックを。これはちょっと危ないので、もうちょいやっておきましょう。これやばいです。とりあえずやばいです。お尻丸出しです。ちょっとお尻丸出しなので、ちょっとこれが限界かも。やばいです、やばいです、やばいです。ちょっとやばいです。こうだな、もう。ごめんなさい、見せられません、見せられませんでした、見せられませんでした。これが限界です。これが限界でした。ソーリー。ぜひこのゲーム、発売から2週間、2000円オフで売ってますので、約2000円。安いので買ってください。これ以上はちょっと無理だ。ちょっと、これ以上はちょっと。とりあえず、生徒会長、同僚姫子ちゃんはお尻をこっちに突き出しています。
そしてみちほちゃんは、まあ、下着姿です二人は下着姿です。逆に隠す方が良い。でも隠してる顔が俺の顔っていう。やばい、これは一体何があったんだ。やばすんぎ。二人とも大丈夫か。見てほら、こんな感じよ今。これはちょっと見てほしいね。これはこれパッと見全裸に見えます。もうほぼ全裸よ。もう言うたら全裸よ。もう大丈夫か。おい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 、ああうー、この顔俺に似てるの。まあ大体大体俺大体大体俺。同僚からほうけた声が返ってきた。半ば放心してるようだ。そう、ムカデもいます。ムカデにゴキブリいます。先生、みちはうめきながら自分を呼ぶ。見てこれやばいぞマジで。これは二人とも立てるか。無理そう。手と足が動かせない。うわー、ムカデが巨大な粘菌のようなものがさうごめき、二人の、手足は拘束していた。手足を、なぜ下着。それはエクスペリエンスがエッチだからですこれはカビの塊のようだ。なんかポイントで隠せるスラストが欲しいね。ポイントでポイントで今引き剥がしてやるからな。待って、虫を刺激しないで。噛まれる。ムカデに噛まれたら腫れるぞこれ。虫嬉しいやろ。虫やぞ虫やぞ。あれ、みちほちゃんちゃんと右手ある。右手見えないけどあるっぽいね。ちゃんとむき出しの肌に大量の虫が張っている。中にはムカデのような毒虫もいた。でもムカデに噛まれても、あれかな、あれだから知らないかな、しアレルギーとかだったら死ぬかな。脱いじゃった。死人の仕業ならばただの虫ではないだろう。しくじれば大変なことになる。デーモンのように。まあそうか、死人が出したムカデだからただのムカデじゃない可能性がある。カラスいるし、大丈夫か、ちゃんと隠せてるか。ちゃんと本当お尻丸出したからね。みんなぜひこのゲーム買ってください。このゲームはエッチなゲームです。エッチなゲームなので、みんなエッチなゲームが好きな人は買ってください。慎重に助けよう。一人ずつ順番にだ。まずはどちらから倒すけるか。まあでもあれだよね、みちほちゃんは虫好きなんでみちほちゃんは虫好きなんで、先に姫子ちゃんからでいいよな。それはだって虫好きを公言してるんだから。ムカデもゴキブリも好きやろ、君は好きやろ。なのでまずは姫子ちゃんから助けてあげましょう。みちほちゃんにはちょっと楽しんでいただいて、しばらく楽しんでいただいて、まずは同僚の手足を拘束する。粘菌状のカビを力づくて引き上がす。そして慎重に全身から虫を払い落とした。どれを聞こえてるか先生。ここから出るぞ、歩けるか。はい。道路の手を引いて立たせると、そのまま時計塔の外へ連れ出した。一回離れんのこれ。ここならもう安全だ。俺はこれからミチを助けてくれ。ここで待っててくれ。トリアージだ。時計塔へ戻ると、同じ手順でミチを助け出す。最後に床に落ちていた制服を回収すると、彼女を連れて外へ脱出した。もういいか。制服落ちただって。ハイデクロイでした。こんばんは。制服あったんだ。ふう、危ない。扉を閉じると安堵のため息を吐く。どうやらうまくいったようだ。ふう、もう危ない。二人が服を着ている間、自分は夜の空にそびえる時計塔を見上げていた。ここに二人がいたのは偶然なのか。そんなわけあるか。自分にはそう思えない。何か意味があったように思える。そう、何か運命的な意味が。歯は？先生、準備できました。
もう何があったのか話を聞かなければならない。ひとまず保健室へ戻るとしよう。ふう、肩からゴソゴソするからムカデが肩に入ってた。怖。保健室へ戻るとインスタントコーヒーを入れた。二人はカップを受け取り、黙ってそれをする。甘いやつだぜ。しばらくすると顔に血の気が戻ってきた。少し落ち着いたように見える。今なら話を聞けそうだ。これ助ける順番によって何かあったりすんのかな。みちょちゃんなんか俺のこと好きそうだから、俺が先にみちょちゃんを助けないと怒ったりすんのかな。大丈夫かな。でも虫好きだ、虫好きなんでしょ。だってねえ、俺悪くなくないか。退出できんのこれ。今は二人から話す。ジャバ会話好感度かな。先生もう大丈夫です。何でも聞いてください。風呂入りたいよな絶対。私も行きますよ。強がっているが、二人の声はまだ震えていた。思い出せるのは心が痛む。だが放ってはおけない。時計塔で何があったのか話を聞くとしよう。虫好きだから、プールの幽霊の件を報告。プールの幽霊の件が解決したことを伝えた。ありがとうございます先生。でも幽霊が本当に高井さんだったなんて。彼女トイレの花子に殺されて幽霊になったわけですよね。幽霊が幽霊を生むってなんか怖いな。無限ループやんね、もんなんね。こんなん。幽霊と化したのは高井だけではない。口先鹿島に殺されたシンジも幽霊と化して体育館をさまよっていた。霊が霊を生む負の連鎖。これも死人の影響なのだろうか。なぜ学校に来た。誰かに呼ばれて寮を出たと君たちの寮長が教えてくれた。一体誰に呼ばれたんだ。屋敷先生ですけど。俺だと。時計塔に閉じ込められた。助けてくれって電話があったんです。ダサい。ダサいし、なんで二人に連絡するんだ。そんな気がしたよね。だから姫ちゃんと一緒に出かけたんですよ。電話をかけたのはおそらく死人だ。君たちをおびき出すため俺のふりをした。マジですか、ずる賢いな。時計塔で何があった。時計塔へ着くと扉が開いてました。中へ入ると大量の虫が襲ってきたんです。制服にも入ってきて、だからその服を脱いで追い払おうと。なるほど、自分で脱いだんだこれ。なるほど、その手があったか。なるほど、直接触れずに服を脱がすのにはその手があったか。私パニックになって、そこからのことは覚えてません。その手とは。その手とは。ただの虫なら余裕なんですかね。毒持ちのムカデはさすがにね。さすがに苦手な虫いるんだ。ごめんね、なんか。逃げようとしたら手足が動かせなくて。途方に暮れてたら先生が来たんです。感謝してますよ、本当に。本当の本当。手口を覚えた。勉強になります。あの先生、時計塔で私たちを襲った虫、あれも死人の仕業なんですか？そうだろうな。君たち二人、生徒会を殺す気だったんだ。どうして私たちか？わからない。ただ、推測はできる。聞かせてもらえますか？まず、死人の標的は2種類いる。君たちのように、死人に直接狙われたものと、死人以外の怪異に狙われたものだ。死人に直接狙われたケースはすべて、標的は俺と親しいものだった。つまり、私たちが狙われたのは、先生と仲がいいから。ああ、死人はそう思ってるようだ。死人が一番変態説。死人が変態、それはそう。そうですか。確かにパニックで服脱ぐのはありそうだけど、脱ぎすぎじゃね。いや、脱ぎすぎだったらもうあれだから。下着もなかったから。俺だったら下着もパンツも脱ぐと思うけど、うわー、パンツの中にゴキブリとムカデが。うわー、スポーン。破くわ、パンツ。うわー、パリーン。真ん中から真っ二つにパリーン。わあ。破かなくてよかったね、本当に。俺が協力を求めなければ、こんな目には。変態、すっぱだか。呪いのように、あの考えがまた頭をよぎる。脱いでる暇ないからもう、破くしか。うわ。俺はこの事件に関わるべきではなかった。関わらなければ、デーモンもあんな目には。後悔という毒薬が、胸をひたひたと浸していく。いいね、後悔という毒薬が、胸をひたひたと。
完全にバンですね。でも先生、私たちは助かりました。先生のおかげです。なんか感動的な音楽か。どうりゃすげえいい BGM だこれ。先生は私たちを救ったんです。これは誰にもできることじゃないです。お、すごい。これ二人歌ってない？これこれ姫ちゃんとあれじゃないの、みちほちゃんじゃないの、これ多分いい歌だ。ふざけん大丈夫、まあかかったらしょうがないみたいな。これでもいい歌だ。ね、二人で歌ってるっぽいけどね。すげえ。まあまあでもこれをね、ちょっと俺の雑音なしで聞きたい方はぜひこのゲームを購入して、なんかあれかな、特別版とかだったらサントラとかついてくるのかな、わかりませんが、いやいいね。多分だけど声優さんが歌ってるやつかなと思います。屋敷先生だからできたんです。本当に？そうそう、他の大人はシビトを信じてくれない。頼りになるのは先生だけなんです。私たちのことを思ってくれるなら悔やむのはやめてくださいよ。先生にすっごく感謝してるんですから。ぜひこのゲーム、今だったら DL 版安いのでDL 版おすすめです。みちほ、二人ともありがとう。約 20% オフ、発売から2週間。ドワー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 、何度も何度も恐ろしい目に遭った少女たち、それでも二人は笑顔を失わなかった。闇に潜む恐怖から背を向けなかった、背を背けなかった。そして今もそれに立ち向かおうとしている。ドワー、やめろ、びっくりする。勇気なのか正義感なのかは分からない。ただ誰にでもできることではないだろう。二人のその強さが自分を勇気づける。闇夜に灯された松明の輝きのようにチャンネルごと消しに来る。大丈夫？ねえ先生、シビトなんですけど、やっぱうちの学校に紛れてるんですか？ああ、それも人間のふりをしてな。泉と愛がそう言っていた。点滅、サブリミナル、俺。シビトって誰なんでしょう？そう、シビトがなんかね、学生に紛れてるらしいけど、みちほちゃんか姫子ちゃんじゃないの、それの中に入ってるんじゃないの、あれが。悔しいがまだわからない。シビトは用心深くてな、手がかりがないんだ。先生、もしよかったら私たちで推理してみませんか、シビトの正体。3人で？マジ？うなされそう。お、それいいね。右であった、嘘、普通にあった右手。3人でよければ、3人よれば文殊の知恵やってみようよ。そうだな、やってみるか。さっきのスチルで普通に出てた、もしかして。二人の意見に興味が湧いた。自分にわからない死人の気配を感じ取ってるのかもしれない。お、初 BGM だ。先生の話だと死人は先生の親しい人を狙ってるんですよね。でもどうして先生の交友関係を知ってるんでしょうか。もともと知り合いだから。プッチルじゃん、こんばんは。スチルだと普通だと。マジか。じゃあただの燃え袖なの。相手は幽霊だし、超常的な力で知ったのかもしれないけど、人間のふりをして学校にいるとき、情報を手に入れたのかも。その方向で考えてみませんか、先生。何でもありだと推理できないし。この辺の学園で、愛や翔のことを知っている人間は限られているな。デーモン？まずは、依頼主のコロエ校長だ。彼には事件のことを報告している。当然、こちらの事情に詳しいはずだ。ああ、
次に教務主任の坂本もあり得る。真面目で神経質な彼女のことだ。こちらのことを校長から聞いているだろう。あとは安倍春夫という春明という男子だろうか。これは違う気がする。これはただの中二病な気がするな。なぜか俺についてよく知っている。印人のことも知ってるかもしれない。そして同僚姫子、絹川美智穂、二人は自分の協力者だ。当然愛や翔のことも知っている。デーモンが花嫁だったんだよ。この中に死人がいるんだろうか。もしかすると、もしいるとすれば誰が怪しい。死人はこの絵製造、絹川美智穂。先生何言ってるんですか。美智穂が死人なわけ。落ち着きなさい姫ちゃんや。落ち着きなさい姫ちゃんや。これは推理なんだからね。あらゆる可能性を考慮しないと。なれなれしい私は確かに怪しいかもしれませんね。でも違うんだけどな。だが美智穂は今夜死人に狙われた。鹿島の事件でも怪異に襲われた。死人とは考えにくい。考えたくない。やはり難しいな。死人の正体を暴くにはまだ手がかりが足りないようだ。誰が敵なのか味方なのか迷いながら調査を進めるしかない。待って、これ一つしか選べないの？俺全員選べると思ったから、まずないかなと思うやつから選んでいこうと思ったのにね。今日二人襲われたからこの二人じゃないよねと思いながらやっていこうと思ったのに、ダメだった。マジかよ、全パターン見てんな。マジか。気がつけばもういい時間になっている。門限破りの学生たちをいつまでも留めておくわけにはいかない。準備ができ次第保健室を出発しよう。これもう終わっちゃうのか。たてうみさん、ありがとう。センキュー、フォローありがとう。いいの、よかったらね、お気軽にコメントもしてってくれたら、コメントがね画面に出ますんで、よければコメントしてってね。ありがとうございます、フォロー、センキュー。あと3人フォローしてくれたら1200人だ。もしよかったらね、まだフォローしてないけどこれからも見てやるという方はぜひフォローお願いします。よし、で大衆会話しよう。どうやって寮長に言い訳しようかな。歯がない。歯が特別棟の戸締まりを終えると二人と共に学校を後にした。学校後に戸締まりしちゃったらもう中入れなくない？大丈夫？あの先生、よかったら事件についてもっと話してもらえませんか？何か思いつくかもしれないし。そうかもしれない。だが巻き込みたくないですか？手遅れですよ、手遅れ。もう死人に狙われちゃったし、平和を取り戻すにしても先生に事件を解決してもらうしかないし、そのために協力したいんです。私たちもお願いします、屋敷先生。ムーン、ムーン。わかった、話そう。いいの、遅くなっちゃうよ。さらに死の人の死、忌まわしい霊障、死人に狙われる緊張と恐怖、自分の心は限界に近かったのだろう。一度吐き出したかった。おい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 、エータとかには吐き出さないのにね。女の子、可愛い女の子には吐き出すんですね。リュウリュウさん、ナイビツインキありがとう、センキュー。アポス、はいはい、ありがとう。相手は誰でもよかった。嘘だね、エイタじゃダメだったはずだ。ヤシキさん、ヤシキさんの抱えてるもの全部俺に吐き出しちゃいなよ。俺が全部聞いてあげるから。すまないエイタ、今すぐ帰ってくれないか。すまない、今はそんな気分じゃないんだ。ありがとうエイタ、また今度。同僚たちに促されポツポツと事件を語る。冷たいな本当に。エイタに怪異に殺された堀越と真鍋、デーモンの任務、なぜエイタ。そして知る人にさえ話さなかったいくつかのビジョンや人形少女のことすらも。すごい、全部話してる。これで全てだ。エイタに弱みを見せるくらいなら死んだ方がマシ。そこまでじゃないけど、ただエイタに嫌がらせをしたいだけ。そんなこと言わないでよ、屋敷さん。俺にももっと優しくしてよ。どうしようかな。
悩みたい。ちょっと二人は呆然とした面持ちでこちらを見つめている。信じてもらえないだろう。当然だ。あの先生、その赤いドレスの人形、私たち知ってます。赤いドレスの人形知ってる？なんだと。前に見たんですよ、時計塔で呪いを受けたあの日に。呪い？何を言ってる？え？お前の話が出てきた。詳しく聞かなくては。この二人もしかして呪いを受けてる？ええ、みちおちゃんは右手関係、もしくは虫関係？虫がとてつもなく好きになったみたいな。で、姫子ちゃんはあれじゃないの？顔のあざなんじゃないの？そんなの聞いてねえぞ、おい。人形少女の目撃。2ヶ月前、夏休みのことです。創立70周年記念のプロジェクトのために、私たちは時計塔へ向かいました。確か、数年前から止まっている。時計を動かす計画だったな。はい、計画が本格的に始まる前に中を見ておきたいと思って、そこで見かけたんです。祭壇に置かれた赤いドレスの人形を。人形は動いていたのか？いえ、祭壇に座っていただけです。みちおちゃんは髪の毛じゃない。確かに髪の毛っぽいね。髪の毛地毛じゃない。髪の毛のことなんかぼやしてたもんね。ぼやす。私たちは急に寒気がしてすぐに時計塔を出ました。でも遅かった。もう呪われていた。二人に受けた呪い、紙だな。それはその、姫ちゃん話していい？うん、構わない。屋敷先生なら信じてくれると思うから。分かったよ。みちおがいつになく真面目な顔をする。先生には見えてるんですよね、私の白い髪と姫ちゃんの顔のあざ。見えてるんですよねって、え、他の人には見えてないの？もしかして。ええ、今11月確定です。あ、目立つからな。それなんですけど、実は他の人には見えてないんですよ。なにー、ねえ、知ってる限り見えてるのは私たちと先生だけです。ありえない。いや、だがそうだ、思えば不自然だった。同僚は目立つあざを隠そうとしてない。名称の顔、髪を気にした印人もいなかった。当然だろう、自分以外には見えてなかったのだ。え、じゃあみちおちゃんも黒髪ってこと？じゃあ人形と出会った次の日、こうなってました。へえ、なるほどね。ね、坂本先生とかめっちゃ注意しそうだね。確かにお堅いですから、きっとあいつの呪いだと思う。なるほどね。呪いを黙っていた理由、最初寮長に相談したんです。でも信じてもらえなかった。おかしな子だと思われてつらかった。だから誰にも言わないことにしたんです。同僚が寂しそうに目を伏せる。みちおと共にこのことで随分と思い悩んできたのだろう。そして屋敷先生と出会った。最初私の頬をじっと見てましたよね。もしかしてあざが見えてるのだと思いました。先生、私の髪を褒めてくれたでしょ。それで私たち以外にも見える人がいるって確信した。嬉しかったな。みちおは先生に相談しようと言いました。でも私は怖かった。また妙な目で見られるかもしれないから。でも今夜やっと勇気が出ました。もう裸見たからね、君たちのね。君たちの裸は見たよ、ちゃんと。ちゃんと見ておきました。放送しました、放送、生放送で。だがなぜ俺にだけ見えるんだ？よくわかんないけど、先生にしか見えない霊障、いろいろあるんですよね。それと同じなのでは？ちゃんと見て放送した。そうだとすれば、またもや自分に宿る霊感の賜物というわけか。そこは忘れて、そこは忘れて。私らおじさんしか見てないけどな。買えば見れます。売られてます、君たちの。販売されてます、放送した挙句販売されています。4ヶ月前、自分の体に刻まれた呪いの技、印のことを思い出す。あれは死を与える呪いだった。二人にかけられた呪いにも不幸をもたらす力があるに違いない。言い方が。呪われてから何か異常があったのか、
体の不調や幻聴などは？いえ、今のところは何も。睡眠欲や食欲も落ちてませんし。姫ちゃんはどう？私も大丈夫ですけど。やっぱりこれ危ないものなんですよね。おじさんの印象がでかい？呪いだとしたらそうだろうな。なんだろうね。うう。脅かさないでくださいよ。今聞き逃さなかったよ。何が？事情はあらかた聞けたようだ。何も言ってないけど。屋敷先生、さっきから考えてるんですけど、死人の正体ってもしかしてあの人形じゃないんですか？そうかもしれない。またそうか、そう思わない。まだわからない。そうかもしれない。そうそう、あいつが死人なんですよ。時計塔に封印されていた悪霊が出てきちゃったんですよ。きっと私たちが原因で。だが死人と姿が全然違う。死人は人間に化けるんです。たくさんの姿があっても変じゃない。この呪いだって死人の仕業。あいつが消えれば解けるはずですよ。みちおが珍しく声を荒げた。彼女は人形少女こそが死人だと強く信じてるようだ。出会った時、死人や怪異を調べていたが、今ならその理由も想像できる。呪いを解く方法を探していたんだろう。まあでも人に見えないんだったら別にね、解かなくてもいいんじゃないでしょうか、別に。みちおの言う通りだったら、死人の事件は他人事ではない。私たちが事件のきっかけを作ってしまった。同僚、私たちには事件を追う責任があります。これからもお手伝いさせてください、先生。よし、いいよ。二人の協力で新しい事実が分かった。だが、この原学園を包む怪異の闇は、ますます深まっていくばかりだ。闇が晴れ、光明の訪れる日はいつだろうか。お？学生寮へ着くと、例の寮長が待っていた。歯がないんだが、俺。どうする？俺歯がないんだが。門限を破った上に遅すぎる帰宅だ。領地はもちろん怒りに燃えている。だが、こちらは宣告の電話で彼女の泣きどころを承知している。領地が気にしているのは責任問題だ。門限破りを学校側に黙っておくと約束したら、おとなしくなってくれた。おい。道路と道長に別れを告げ、寮を出た。もうそろそろ九条館へ帰るとしよう。歯はもういいの？でも全部調べたからな、俺悪くねえぞ、これ。俺悪くねえぜ。全部調べたぜ。取りこぼしか？調べられるとこ全部調べられましたら、あれ？帰宅後、甘いコーヒーを飲みながら、校長への報告をまとめ始める。さて、どうまとめたものか。時計塔の件を説明するとなると、門限破りに触れなければならない。ちなみに、プレイした方は、歯コンプリートできた？ここ。1個取れてないよね。1個どこにあったの？どこ調べてなかった？行けるとこ全部調べたぞ。だって、プールも全部調べたし、廊下も全部調べた。扉、だってあれだぜ、絶対意味ないだろうと思う。鍵かかった扉も全部調べたのに。あとどこだよ？なくないか？できた？どこにあった？どこ取ってなかった？あれだよ、掲示板取ったよ。プールでも1個取ったよ。あと1個どこだっけ？もう今からじゃ無理だろ、これ。ミッチェルでして、こんばんは。寮長との約束を破ることになるし、同僚たちの評判も落とすことになる。渡り廊下の奥。渡り廊下の奥？下にあったのか？下とかあったのか？報告はプールの幽霊だけにしておくか。床に落ちてる。床か。マジで？黒電話がけたたましくなり出す。こんな時間に誰だ？ちょっと後でやり直そう、これ。もしもし。棟梁姫子です。ああ、君か。早速だな。念のため、二人との別れ際に、九条館の電話番号を教えたのだが、すぐにかかってくるとは思わなかった。取り逃した。で、コニコもいらっしゃい。残業とくれた。お疲れ様です。お仕事お疲れ、みんな今日も。それで何のようだ？もう一度お礼を言いたくて、今日はありがとうございました。俺も話を聞けて助かったよ。協力には感謝している。お役に立ててよかったです。でも、私たちの話を真面目に聞いてくれる大人の人がいるとは思わなかった。すごく嬉しかったです。君たちの後と
白髪が見えてるんだ。信じて当然だろう。だったら、あざが見えなかったら信じてくれましたか？それでも信じた。信じなかった。黙っている。それでも信じた俺は。俺は可愛い子の味方さ。ありがとうございます。私も屋敷先生を信じてます。先生ならきっと事件を解決できる。生徒会長として協力します。何でも言いつけてください。でもなんか姫子ちゃんなんか死んじゃいそうじゃない？なんか。すげえなんかグイグイ来だしたから、見せしめに殺されるみたいなのもありそうだけどな。ちなみに懐中電灯で照らさないと光らないオブジェクトがあるっぽいよ。あれなんですよ。懐中電灯ね、自分で動かせないんですよ、あれ。勝手にね、懐中電灯、下だったら下に向けるし、上だったら上に勝手に向けるので、あれね、手動じゃない、自動なんだよ、あれ。だから単純に見逃したね、俺が。廊下のやつ。同僚、意気込むのはいいが、無理はしないでくれ。ノーマークだったな、床。扉入れない時点でなんか、あれだったわ。ノーマークだった。はい、気をつけます。あ、そろそろお風呂に行かないと。では、おやすみなさい、先生。待って、お風呂もなんか水辺だから、ワンチャン死ぬとかないよな。水で、お風呂で溺れるとかないよね。あ、おやすみ。怖いんだが、水辺に近づかないでほしい。電話を終えて、受話器を置いた。自分もそろそろ汗を流して就寝しよう。ちょっと怖いな。自室のベッドへ倒れ込む。目を閉じると、まぶたの裏に自分の救った少女たちの笑顔がよぎる。張り詰めた心が溶けていくのを感じた。眠りの前の心地よい浮遊感。ここ数日、縁のなかったものだ。分かっている。この安らぎはほんのひとときのものだ。死人の予告状が届けば再び、刺繍の中へ足を踏み入れることとなる。おい、第4章。死人の気配、かん。短い。短いが。まあ。セーブしますか。はい。セーブして、待ってね。やり直せるかな。ちょ、待ってね。一回切って、アプリケーション終了して、取りに行きます。俺の好物を取りに行きます。ねえ、これの最後が、最後の電話みたいな、最後の会話みたいなことにならないでほしいなぁ、なぁ、と思います。ちょ、待ってね。終盤のところからロードしたらいけるかな？ロードしたらいけるか？これ。あ、遅くなりました。こんばんは。フラウいらっしゃい。こんばんは。ナイビッツ、センキュー。ありがとう、センキュー。ありがとう。ここからかな。この終盤から行けばいけるか。今、退出。これは、はい。これはね、序盤からやり直さなきゃいけないということでね。クソデータ上書きしちゃった。変なことしたクソデータ上書きしちゃってた。これはちょっとやり直すあれが長いぜ。ふう。これ幽霊との対決もやんなきゃいけないかもしれない。まあでも対決もわかるか。でもやり方わかってるから、とりあえず歯だけ取ればいいか。歯だけ取って幽霊の回答も全部正解すれば一瞬でいけるか。やっちまったなぁ。いや、こっちがあるか。終盤。これがあるか。これがあるわ。時計塔に行く前のデータあるわ、多分。時計塔に行く前のデータある。これが今。待て。1個持ってる、3個。あと2個だ。ん？あと3個だよね。1個持ってるからあと3個、OK、どこのやつを取ったんだこれは。今何の時、待って、これどこにあったんだっけ。神道、保健室、生徒会室、教務室、なかったよね、ここら辺には。プールの後かなこれは。一応
で、どことどことどこだっけ、みんな。プールで1個取った。プールで1個取ったでしょ。で、OK。1個取った。で、これか。ここ皆様、ビッツ50とか3とか小刻みできてますが、どうしたら。私は100か1の固定です。多分ね、1を3個やれば3ビッツとかできると思います。50はどうするんだ。数字いじればいいんだっけ。数字を自分でいじれば、10とか30とか。押した後に、送信を押す前に、数字を30とかにすればいけないかな。50とかに。数字いじればいいらしい。数字を減らせば。これで2個目でしょ。送る前にね、数字を変えちゃえば。あとどこだっけ。あ、できました。チョチョローリンさん、ナイビスにギャラとみんなありがとう。センキュー。アポス、アポス。半角数字で。ナイズー。あと1個どこだ、あと2個どこだっけ。あ、お稲荷か。そうか、お稲荷さんか。あ、ルナキラさんもナイビスにギャラと、ありがとう、現金ダンス。センキュー。そっか、ありがとう。くそ。これさえできてればね、あれはやる必要なかったんですが。怖いよ。まあでもね、このスキップ機能が優秀なんで、スキップ機能が優秀なんでね。ここだ。もうこんなとこに。走ってて見逃した、これ。これ見て、これ一瞬しか映らない。見て、ほら、これ、これ。この足元、これ、この光ってるやつ、これ、これ見逃したな。これはちょっとね、意地悪だ、これ。エクスペリエンス意地悪だ、これ。こんな一瞬しか映んないじゃん、これ。俺ここ見て、あ、いけないんだなと思って、まだ先にあるんだなと思ったら、これはちょっと意地悪。見て、ほら、歩いたらこのスピードで消える。ほら、歩いてたらこのスピードで消えて、ダッシュだったら1秒も映ってない、これ。 0. 何秒しか映ってないもん、これ。これ歩いてればまだライト下に向けるからあれだけど、走ってたら、だって走ってたら一応ライトに座れてるけど、下に一応座れてるけど、走ってる時の揺れと勘違いして、もうこれはずるいぞ。これは初見殺しや、これ。ペイ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 を見せてね、俺のチャンネルを消そうとしてくるし、チャンネルは消そうとするわ。よし、中には初見殺しはするわ。これは見逃したね。ここ好物見逃した。手を叩くの早すぎた。パパン。よし、パパン。いけそうだ。お、オッケー。同僚美智穂、同僚姫子と絹川美智穂の情報に新しいページを追加。あとレベルも上がりました。ごめん、飛ばしちゃった。ほら、レベルが5になった。聖魂が39から42、3ずつ上がるね。最初3ずだったから12は上がってる。4上がってるからね、レベルが1から。で、人物ファイル、見ますか。同僚姫子、事件解決のために協力します。かわいい。お役に立てるかは分かりませんが、この頬の厚さ、これは俺と美智穂ちゃんと姫子ちゃん3人しか見えないらしい。3人だけの秘密だね。ねぎねぎでしたね、こんばんは。生徒会副会生徒会長をしている同僚姫子と言います。姫子の情報1、年齢17歳、誕生日9月10日、この辺学園2年 A 組です。で、趣味は読書、愛用品は愛読の文豪小説。すいません、何かご用ですか。富澤恵里さんです。で、身長161センチ、体重49キロ。軽すぎない、こんなもん。有名文学賞の受賞作品、好物苦手ホラー作品、能力はこんな感じ。13、12、11、9。なるほどね。知能そうでもないな。生徒たちのため、生徒会長をしている
同僚姫子と言います。なんかめっちゃ頭いいイメージだったけど、そんなに知能が高いわけでもないね。死人の噂、私は興味あるな。だって面白そうなんだもん。これだ。みちほ、16歳、3月31日誕生日で、趣味は、虫の観察、愛用品蝶のイヤリング、セリフ、はーい先生、まあいっか。高木エリカさん、結構あれだよね、カレー役の声優さん多いよね、兼業の人が。姫ちゃん声がセクシー。みんなどっちですか、姫ちゃん派ですか、みちほちゃん派ですか。俺どっちかな。でもね、みちほちゃん好きなんですけど、あれ趣味が虫の観察だからなちょっと虫苦手なんだよな。ちょっと趣味が合わないかもしれない。でもだとしたらあれなんだよな、あれは姫子ちゃんホラー苦手だからな、ホラーゲームができない。身長152センチ、意外と低い。姫子ちゃんの方が161センチだから9センチ低いね。同じぐらいかと思った。体重44キロ。好物かわいい虫グッズ、苦手冗談が通じない人、能力肉体8、知能12、頭の良さは同じぐらい、器用霊力。どっちもだな。みちほちゃん、みちほちゃん、みちほちゃん派の方が多い気がするな。じゃあ俺姫子ちゃんで、じゃあ俺姫子ちゃんで。みちほちゃんでも虫の観察してるよ常に。いいのかい、虫のこと教えてくれ事件解決のために協力します。じゃあ俺姫子ちゃんで、じゃあ、みんながみちほちゃん派なんで、じゃあよし、これでいいかな。これで4つゲットしたんで1回帰還して買いましょうか。じゃあとは逆張りで、逆張り。ペペの大きさはどっちだろう、わかんない。だってなかったもん、3サイズなかったもん。レイグ買います。バッグの強化、オッケー。屋敷のサスペンシブアクト、行動実行率プラス 4%。 よしよし、はい、イエーイ。これで1個余ってるよね、レゴの格言。これ持ち越しできるんだねこれ持ち越せるんだ、知らんかった。持ち越せんだ、全部使い切るパターンかと思ったけども。よっしゃー、ふぅ、ヒヤヒヤさせやがってよ。まあ、ヒヤヒヤっていうか、もう完全に手遅れにさせやがって。おい、52キロセンチで44キロ、おパイの発育を考えるとあまりないということですか。どうなんだろう、冗談通じないからみちほちゃんに嫌われそうそう、冗談通じないと嫌われちゃうよ。いいのねえ、嫌われちゃうよ、まったく。ポンポン、よし、何とは言わんが飛ばします。スキップ機能優秀だからね。これやばいぞマジで。いやマジでこのシーンね、見たい方ぜひ買ってくださいね。やばいよこれマジで、やばいぞ。なんか姫子ちゃんの方はなんかネグリジェみたいなやつ着てます。見えないと思うけど。でみちほちゃんの方は普通のパンツと腹巻きじゃない、胸当てをしてます。そう、これぜひ、これを見たい方はぜひ買ってください、ぜひとも。やっべえぞマジで。あ、今度じゃああれだね、みちほちゃんから助けてみようか。みちほちゃんから、まずはみちほの手足を拘束する。粘膜状のカビを力づくて引き剥がす。慎重に虫を払い落とした。みちほ歩けるか、なんとか。みちほの手を引いて立たせると、そのまま時計塔の外へ連れ出した。普通にブラって言えよ、助かった。ここならもう安全だ、俺はこれから同僚を助けてくれ、ここで待っててくれ。順番変えてみた、時計塔に戻ると同じ手順で同僚を助け出す。 OK、 まあどっちでも変わらんかったかな。うん、変わりませんでした、まあ、あとはひたすらスキップ機能を用いていくしかない、うん、いいかな、はい、スキップ、まあ、とりあえず
スキップ、トリマースキップで、これでなんか会話変わってたらごめんなさい。どっちを助けるかでなんか会話変わってたりとか、好感度が上下したらごめんなさい。今回はみちほちゃんを先に助けたデータです。うん、普通に右手あるもんね。やっぱ髪の毛だったね。どうですかこれ見た感じ、どうですか見た感じ、全体像見た感じ。いやでも全体像見た感じだと、もうこれはもうあれじゃない、完全に勝敗が分かたれてるのでは。これいや勝ちかどうか分かりませんが、152でも50くらいないと胸がつかないと思う。でも44キロだけど全然あれだよ。あ待って、あ前回みちほちゃんにしたね。誰にするか、安倍春明、安倍春明です。犯人は文化いらっしゃい、こんばんは。安倍先輩は2年生でも有名です。何を考えてるのかわからない、不気味なところはありますね。傍から見る分には面白いよ、あの人。相手するのは疲れるから嫌だけど、ただ自らを花嫁という死人は女性に思える確かに花嫁と言ってるのに花婿。もし、男女の選択の余地があるのならば、わざわざ男に化けるだろうか。確かにやはり難しいな。うん、まあ、とりあえずどれを選んでも一緒っていうことですね。有名らしい会話、どうやって領主に言い訳しようかな。先生そろそろ出発しませんか。おお、2パターン聞けるんだ。の体質、胸は半分脂肪の塊だから重いんだよ。そうなの。じゃあ遠心力を助走をつけて殴ったら結構痛いってことですか。反動でうんみたいな。これいいか。死人の特定、死人の特定はできません。はい、骨粗しょう症、骨粗しょう症で軽い、これ折れちゃうじゃん。まあ、これはもう聞いたんで。オッペービンタ、何の質問。大きい人のは痛いと思う、マジで。プロンプロンバチンプロンバチンピターンギャー。そうは思わない。でも呪いかけたんですよ、悪いやつじゃないですか。きっとあいつが死人なんです。ポケットに封印された悪霊が出てきちゃったんですよ、私たちが原因で。ふんもうがいらっしゃい、アゴダンでーす。ね、コラミカいらっしゃい、アゴダンでーす。いらっしゃい、バチコーンポーン。あ、こちら絹川です、こんばんは。あー、これはみちほちゃんを助けたからだ。選ぶのを変えてよかった。あ、君か、早速だな。さっき姫子ちゃんが電話かけてきたのに、何のため二人との別れ際に九条館の電話番号を教えたのだか、すぐにかかってくるとは思わなかった。それで何の用だ。いやね、声を聞きたいと思って。あれだね、あの未読はちゃんと止まってくれるんだ。これ既読スキップだ。これ先生の落ち着いた声は安心するんですよ、他の人にも言われません。なんだそれは。それで用件は。好きなんだ俺のことが、この子。質問がありましてね。先生は大事な友達が、例えば愛ちゃんが死人なら倒せますか。質問の意図がわからないな。いやね、今夜の話だと学校の誰が死人かわからないでしょ。もし姫ちゃんや友達が死人だったらどうすればいいんだろうって考え始めたら、悶々としてね、先生に聞こうと思いました。先生、愛ちゃんが死人なら倒せますか。倒すしかない、倒したくない、答えたくない。倒したくない。優しいな先生は。でも死人がいると誰か死ぬんです、倒さないとダメですよね。そうだな、これみちおちゃんがあるじゃないのか、もうなんかだから私を倒すんですよみたいな。怪異となってしまった者を相手に、俺のできることは魂の救済だけだ。先生らしいです、なんだか安心しました。参考になったのならいいかな。ありがとう屋敷先生、子供っぽい質問に答えてくれて。教職向いてますよ、やっぱりそういう真面目なとこ好きだな。ほら好きなんだ。あ、そろそろお風呂の時間だ、おやすみなさい先生。なんかどっちもお風呂に入ろうとしてるな。
待って、これ助けた方が死ぬとかじゃないよな。あ、おやすみ。これ電話かけてきた方が死ぬとかじゃないよな。やだぞ。電話を置いて注意を置いた。自分もそろそろ汗を流して就寝しよう。パーン。自室のベッドへ倒れ込む。目を閉じると、まぶたの裏に自分の救った少女たちの笑顔がよぎる。張り詰めた心が乱れていくのが感じた。乱れ、なんで乱れちゃうの？乱れていきます。心が乱れる。眠りの前の心地よい浮遊感。出す。分かってる。この安らぎはほんのひととき。死人の予告状が届けば再び、刺繍の中へ足を踏み入れることとなるのだ。感。乱れた。四章死人の気配感となっております。乱れた。乱れちゃったか。セーブします。うぃー。はい。パン。コンプ。よし。コンプしました。どうすか。もうちょっとやろうかな。11時。1時間54分。なんやかんやで戻し作業してたら、2時間近くはやってんだ。まあ、2時間から3時間の間って言ってたから。終わっちゃってもいい気もするが、まあでもちょっと気になるからもうちょいやるか。明確な線引きなんかないもんな。うん、まあ切りはいいけども。いきますか、もうちょいだけ。もうちょいだけ。あとちょっと。時計塔での出来事から休日を挟み、次の週。ポケモンに移ってもよかったかもしれん。ポケモンに移ってもよかったかもしれん。先長そうやない？まあセーブできればいいかな。セーブできれば。まだ昼過ぎだというのに、気合病院は空いていた。あまり繁盛はしてないようだ。まあ、次のセーブポイントまでということで。いや、でも絶対次、あれだよな。回した方が、切りよかったよな。廊下の向こうから見慣れた丸いシルエットの男が近づいてきた。いつもあれだから、終わり方下手くそなんで。そばには小柄な少女が突き従っている。誰？お！屋敷さん、どうも。エイタ、君もデーモンの見舞いか？うん、そういうこと。彼女に頼まれてね、僕は付き添いってわけ。おじさん、こんにちは。天海、森宮鈴。ちょっと待ってくれ。でかくなりすぎでは？鈴ちゃんでかくなりすぎでは？夏から秋だよ。数ヶ月だよ。何ヶ月だ？今11月でしょ？大きくなったね。2ヶ月経っても2ヶ月とかだよ。数ヶ月しかなってないよ。成長期ってこと？育ちすぎ。だって俺の膝下ぐらいしかなかったよ。ねえ。コナン君ぐらい、ここぐらいしかなかった。こんぐらいしかなかったよ、お前は。ここら辺に変わったもんね。そんなことはないか。ここら辺に顔あったらメッセージウィンドウで見えん。ここら辺じゃなかったっけ。マジでっかくなりすぎでは。あ、ユウさん初チャットありがとう。なめちゃダメです。めでなきゃ。膝下は言いすぎ。この時期は2、4ヶ月10センチ以上伸びる。マジで。でもこんぐらい、ここら辺だったよ。ここら辺で喋ってたよ。おじさん。すげー、可愛くなって、大きくなって。彼女は森宮鈴。まあ、この子の過去が知りたい方もぜひ、死因、死の印、死因を見てください。前作2回やってますんで、まあ、できれば初回プレイの方が楽しめるかな。うん、初見のリアクションが。小学生の少女だが、彼女も知る人だ。前の事件でいろいろあり、彼女はエイタをお兄ちゃんと慕っている。なんか慕われてるよね。俺のこともお兄ちゃんって呼んでほしいです。待って、でもこれさ、この子、すずちゃん、あれ、公式のサイトにいませんでした、すずちゃん。いませんでした。ということは、公式のサイトに載ってなくても、あれだぞ、キャスターのあの女性とか、あと、なんだ、バンシー伊藤とかも出てくる可能性あるぞ、これ。公式に出てる人間が全てかと思っていた。何歳だっけ、この子も 10代でしょ。小学生でしょ、この子。この子。エイタ、平日の昼だぞ。鈴がどうしてここにいる？
おっと、ずる休みじゃないってば。彼女の学校、今日は創立記念日なのさ。あのおじさん、お兄ちゃんから聞きました。デーモンさんが目を覚まさないのは、怪異の呪いのせいなんですか？はい、おそらく。11歳ぐらいだっけ？そんな。鈴の瞳が深い悲しみに沈む。鈴ちゃん、安心してくれよ。僕とお屋敷さんがきっと必ず絶対デーモンさんを助けるからさ、ね。エータはそう言い、ドンと自分の胸を叩く。根拠もないのに大した自信だ。しかし、その空気、から元気が鈴に笑顔を取り戻す。エータお兄ちゃん、おじさん、信じていいですか？保証はできない。水を差すんじゃない。てん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 。任せてくれ。ありがとうございます、おじさん。そういうわけで屋敷さん、引き続き調査のサポートは任せなって。エータ、その件だが実は。おっと、話は後にしよう。そろそろ鈴ちゃんを送らないとダメな時間なんでね。それが済んだら九条会に向かうよ。何かあったら電話してちょうだい。話を聞かないな、おい。ではおじさん、さようなら。鈴ちゃーん。エイタと鈴は行ってしまった。パン屋のおじいちゃんも出るか。ふう、言い潰れてか。口先鹿島の調査の後、翔と萌えには事件から手を引けと言った。一人で事件を追うという決断、エイタにはまだ伝えられていない。エイタ33歳なのにお兄ちゃんで、ジンタはおじさん消せる。確かに、確かにだ。一歳差だと一歳差。その後、デーモンの見舞いを済ませた。彼は死んだように眠ったままで、目を覚ます様子はない。医者の話によれば、やはり昏睡の原因は不明のままだし、これが死人の呪いならば、死人がいる限り彼は眠り続けたままなのだろう。キスで目覚めないから、おじさん、おじさまの、おじ、お、お、おじさまの、おじさまのキスで、目覚めない。ここはどこだい？目覚めたか、デーモン！目覚めるのでは。病院を出た後、車で近衛原学園へ向かおう。ダジャレで、おじさま、おじさまのキスで。予告書はまだ届いていない。だが、おおじさまの、おおじさまの、窒素で。午後の授業を受け持ってほしいと、校長から頼まれてしまっている。またかよ。もう一回気絶しそう。今度こう、とどめを刺して、ピーキスした瞬間に、ピーデーモンデーモン、そのまま心臓マッサージに移行する。教室に入るといつものように教壇に立つ。怖すぎるな。ピーエーミン、とどめを刺してしまう。デーモン、そしていつものように授業を進めていく。今度は平将門だ。ほら、903年から940年、平安時代の豪族、反乱、新王を名乗る朝敵として、ちょめちょめ、難しい。教師など自分には無理だと思っていたが、教師意外となんとかなるものだ。教師になるかもやめて、かわいい顔。しかし生徒の方は様子がおかしい。そわそわして集中できてないものが目立つ。授業中だが、自分に調査のことを聞く生徒もいた。死人の恐怖という毒は着々と彼らの心に染み渡りつつあるようだ。人の心はそれほど強くない。事件の解決を急がなければ。ズボン履いてたじゃんと。気がつくと授業時間は終わっていた。最初は長く感じたが、慣れとは恐ろしい。人工呼吸しないと。死人はいます。放課後を迎えると単身で調査を開始した。死人は身近な人間かもしれないという先日の同僚たちとの会話を思い出す。それを調べようと教師や生徒に事件の関係者のことを聞いてみたが、特にめぼしい情報は得られなかった。聞けたのは当たり障りのない話ばかりだ。ブーン。調査中、死人の正体について考えを巡らす。おい、怖いこれ。いるよ死人。ほら、こんな分かりやすかったらいいけどね。いつ寝てるんだろうね、ジンタ。死人は巧妙に紛れている。もし誰かと入れ替わっているのなら、その人物の外見、記憶、性格を完全に模してるに違いない。誰にも見破られない完全な機体だ。どうする、知る人の中にいたら。
そんな死人が正体を表すとすれば、死人が目的を解けた瞬間、婿様と契りを交わす時だろう。だがそれは自分にとって死と同期、それまでに得た答えにたどり着かなければ。答えに気がつくと外は薄暗くなり始めていた。もうすぐ下校の時間だ。これ以上闇雲に動いても仕方がない。一度保健室へ戻って方針を練ろう。明るい保健室では白衣の女が待っていた。ああ、一応養護教師かと思ったが、見知った顔だった。来たー、ごめん、かぶっちゃった。来たーって。どうもって言ったね。くそ、どうも屋敷さん。疲労マドカペイペイ、丸出しペイペイ。レモンさんに聞いて驚いちゃった。まさかあんたが教師とはね。前作シーンで一番エッティイラストを持っていた彼女です。エッティクイーンです。エイティクイーンことペイペイね。前作の殿堂入りは彼女でしたね。ピップ前作のピップが VIP が彼女でしたね。 VIP は違うか。ペイペイの女王です。ホルダーです、ホルダータイトルホルダー。ヒロ、なぜここに。今回はちょっとあれだからね、姫子ちゃんとみつほちゃんに取られちゃったけど、今んとこね。いやでもあれかな、一番はやっぱあれか、愛ちゃんだな。今回さ、一応隠したけど下着姿だったからよかったけど、やっぱ今回で一番今んとこ際どいのは愛ちゃんだな。愛ちゃんのね、超で隠すやつ、画家超で隠すやつ、あれが今んとこ一番だな。うん、下着じゃ勝てないな、あれには。あのモザイクかけてるやつ、俺が。あの動画のサムネイルね、あれだな今んとこ。決まってんでしょ、調査の手伝いよ。そうなの、ちょっとなんかイラストの雰囲気変わった感じするね。裸体を光らせるのや、固有スキルは強い。あ、いや、ショーならともかく、ペイペイの口から手伝いという言葉が出るとは意外だ。何か事情があるに違いない、聞いてみよう。ペイペイのこと、彼女の名前はペイペイマドカ。ペイペイマドカ。ヒロマドカ。下着姿。白衣姿だが、医者というわけではない。製薬会社に勤める研究員の印人だ。製薬会社って聞くともうアンブレラを想像してしまうけど。確か君は心霊現象が苦手だったな。まあね。前の事件でも散々な目にあったしさ、好きになれる要因が皆無よ。だったら、なぜここに？うっさいな。こっちにも事情があんのよ。理知的に見えるペイペイだが、実は怖がりだ。そのくせ好奇心が旺盛なため、怪奇事件には自ら首を突っ込むことがある。怖いもの見たさというやつだろ。なぜここにいる？実はさ、デーモンさんに頼まれたの。自分に何かあったら、代わりにあんたを助けてやってくれって。何？だから来たわけ。有給を取ってね。有給を取って。気持ちはうるしい。だが、この事件は危険だぞ。人も死んでる。バカにしないで。そんなことは百も承知よ。マジ？ならどうして？決まってんでしょ。デーモンさんを助けるためよ。彼はね、あんただけの仲間じゃない。私にとってもそうなんだから。なんだ、ペイペイ、デーモンのことが好きなのか、おい、ペイペイ。今回の事件。律儀だね。デーモンいいやつだな、やっぱり。事件のことはデーモンさんから聞いてるよ。ちびとって、怪異が予告状を出して、怪異に人を殺させるんでしょ？ああ、すでに何人もやられている。結構絆が強いね。なんとも人間臭い怪異ね。怪異ね。まるでシリアルキラーじゃない。ちびとはこれまで遭遇した怪異とは違う。人間のふりをして学校園に紛れ、正体を隠せるだけの知性と適応力がある。で、あんたに執着してるんでしょ？とことん怪異と縁があるね。屋敷さん、そうかもな。自分にしか見えない心霊現象と同様、この縁石も血の定めなのだろうか。縁石、縁、この縁もかな。縁石。さてと、そろそろ調査を始めようか。待ってくれヒロ、俺は一人で調査を進めるつもりだ。これ以上君たちを巻き込みたくない。
勇気を取ってきたのに。はあ？じゃあ私の意思は無視ってわけ？ヒロ、私さっき言ったよね、デーモンさんがやられて悔しいのはあんただけじゃないって。変な自己犠牲精神に酔うのはやめてよ。私そういうの苦手なの。おえおえ、だからどうしても断るなら勝手についていくよ。ま、諦めなさいって。ヒロは勝ち誇った笑みを浮かべている。口では勝ちそうにない。ねえさ、調査だけどさ、口で言ってダメならもうおしっこカットを出すしかない。仕方ないからってチャックを下ろしこれだけは出したくなかったが、新しい予告書まだ来てないんだっけ。そうだ、今のところはな。そこら辺のものを真っ二つにしてやれば走って逃げていくだろう。わー怖い。だがそろそろ届いてるかもしれない。教務室へ確かめに行こう。出すな何それ、第六感ってやつ。まあそんなところだ。ちびとは愛しき婿様である自分に事件を負わせたがっているように思う。ならば自分が学校へ来た時に合わせて予告状を出すはずだ。もしかすると。なるほどね。ペイペイが調査に加わった。ペイペイ、人物ファイル、ヒローマとか。いいね、前回の MVP ですからね。二度もペイペイを晒した会話。じゃあ調査を始めましょうか。まずは特別棟の教務室に予告状を確認しに行くんだよね。そうです。あ、レイグバック強化、もうバック強化しかないこれ。レイコの確認。おー8個もあるぞみんな。これは長いぞ。これは長い。トシちゃんです。いらっしゃい。こんばんは。いらっしゃい。これは長いぞ。で、あ、ペイペイ。肉体は3、弱い。知能は5高い、18。器用さが15に高い。霊力は3低い、9。道具、愛用の関数電卓。何それ、関数電卓。ペイペイの愛用品、学生の頃から使っている関数電卓。キーを叩きすぎて印字が剥げてしまっているが、配置はすべて頭に入っている。ただしペイペイ以外は使えない代物。知能プラス2持ってるだけで。大学の購買部。なんかこの表情、なんかね、ちょっとなんか悪巧みしてる感じだけど、まあいいでしょう。ペイペイ、あ、待って、すずちゃんのやつも見ないとね。すずちゃんとペイペイか。学校は楽しいです。早くみんなでニコニコ通えるようになればいいですね。かわいい。かわいいです。今、ジンタンの YouTube チャンネルのバイオ8見ながら見てます。いいね。過去のアーカイブも見てくれてありがとうな。Thank you。森宮すず、年の割に落ち着いた物静かな少女。とある怪奇事件に巻き込まれた際、主人公に命を吸われ、命を吸われ、それ以来、交友がある。どんな時も敬語で話し、口調は大人びているが、箱入り娘で子供っぽく世間知らずな面も。仲松八重太のことをお兄ちゃんと呼んでしたい。何かと頼っている。俺を頼りなさい、俺を。俺もお兄ちゃんと言いなさい、お兄ちゃんと。窓か、ヒロヨ窓か。ヒロ窓か、製薬会社の研究員よ。やるからにはとことんやるわ。悪い顔して。製薬会社に勤めている研究員の女、ある怪奇事件で主人公に命を救われ、以来交友がある。裁けた性格で根っからの理系、論理的に証明ができないものが大嫌い。好奇心が非常に強く、好奇心を満たすためならどんな危険でも首を突っ込む。インテリなので頭の回転は速い。インテリなのでってもうなんかおかしいけど、ベロベロするだけで飽き足らず命を吸った。まあって感じかな。あ、でもペイペイも俺と同じぐらいの成功しかないですね。翔くんがね、めっちゃ成功いっぱいありましたから、レベル5だ。最終的にレベル10とかまで行くんかな。どうなんだろう。まあまあ、今回は結構長そうだぞというところでおしまいかな。こんぐらいにしとくか。こんぐらいでいいか。ちょっとなんか終わってからちょっとやっちゃったけど、多分もうちょっとしたら、5章のタイトルコールが出てくるわ、多分。まあ、タイトルコールが出てくる前だから、まあ、4章までっていう感じでいいかな、これ。5章序盤で書いてありますけど、まだ何の事件か、次が何の事件かわからないので、
何の事件かはまた今日の夜ね、2時間超えたし、これ以上はちょっとね進めすぎちゃう感じがあるかもしれない。てか終わらせたくない俺はこのゲームを。ずっとやってたよマジで、ずっとやってたいわ人物。お疲れ様です。ちょっとね、いっぺんにね全部やっちゃうともったいないと思うので、ぜひ、あそこで一回切るか。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。アプリケーションを切りましょう。いやー明日の楽しみにしましょう。明日のね、明日も夜21時から、夜の9時からやるぞい。電気を切ろけい。まあ今日はちょっと早めだったということで。その分明日がっつりやるかもしれないし、明日もちょっと早めかもしれないし、まあ、早めに終わることによって、まあ、長い楽しみが続くということでいいんじゃないでしょうか。お疲れ様です。お疲れ様でした。これを切ってと、ポケモンの設定に直していかないと。ふう、赤いも見ときます。お願いします。これからごっつ盛りの塩焼きそばを食べます。いいね。うまそうだね。焼きそばうまいな。夜に食う焼きそばはうまいぞ。お疲れ様でーす。いや楽しくなってきたね。まさかね、あの二人が呪われていたなんて。姫子ちゃんとみつほちゃんがね呪われてましたね。ほっぺたのあざ、髪の毛の白くなった髪の毛、あれは3人しか見えないと、俺含めね。明日は相棒がペイペイだから全力待機。そうだね、ペイペイってことはちょっとね、ぬぎぬぎエッティクイーンもちょっとアップを始めたかもしれませんね。まあ、もう全裸行くか、つって。前回は下着止まりだったので、今回も全裸が来るかもしれません、もう。まざまざと見せつけてくるかもしれない。もう脱ぐしかない、もう。もう全部脱ぐしかないぞ、もう、本当に。これ以上のエッティズムを出していくには、もう、全部脱ぐしかない。女王の貫禄は見せつけられるのか、それとも、ね、皇族に道を譲るのか、こうご期待ね、新時代が築かれるのか、それともまだまだ負けてませんよというね感じなのかね、ちょっとね気になりますね。エクスペリエンスさん勘弁して。今日も結構際どいの来たからね。完全な下着姿を、女子高生の下着姿を見せつけてきたからね、なかなかどうして侮れんエクスペリエンス。眉毛の動画もいろいろ見ようと思います。ありがとう、 Thank you。 ふう、今回もう手首のゲームかな。ねえ、真下さんいつ来るんだろうね。結構もう終盤、物語も終盤に来てそうな感じだけど、全然出てこないですね。真下悟こと兵長が、まあ、気になりますが、続きはまた今日の夜ということでね。じゃあどうしよっかな。また一回じゃあ放送切り替えて、このアーカイブは YouTube に投げて、で、また、あれかな、ちょっと、夜遅くのポケモンをやりますか。あと107匹。あと107匹捕まえたらポケモンも卒業だ、俺。ポケモン卒業したらね、龍が如くとか、やれてないゲーム、いただいたゲームとかね、やっていこうと思ってるので、そんな感じで、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ、放送切ります。切っても、タイトルとタグだけつけて、付け替えてもう一度すぐ撮るので、よかったらこの場で待っていてくれたら放送が始まります。寝ちゃう方は明日の夜21時、夜9時からまた 2,3 時間ほど死神やるので、その時間に合流ということで、よければ待っておいてください。お願いします。寝るまで見てくれたら嬉しいです。一旦お疲れ様です。すぐ戻ります。